リマソウル地区はキプロスの地区である。2011年の人口は約23.5万人で77%が都市に住んでいる。中心都市はリマソウルである。イギリスの海外領土のアクロティリ及びデケリアがアクロティリ半島にあり、イギリスの主権下にある。古代都市のアマススはリマソウルから1 1トル離れている。ビサンチン時代の遺跡と 紀元前7世紀の墓が発掘された古代の殺し市場はリマソールの西9キロメートルに位置する。旧テンプル騎手団領ではワインや砂糖キビが栽培される。コーリス川がトロードス山脈の南斜面を流れ古代都市コーリオン近郊で海に注ぐ。コーリスダムによって川下の乾燥が進んでいる。アクロティリ半島北東のアクロティリ湾にはリマソールが 北西のエピスコピ湾にはピスソーリが面している。エピスコピ湾には青ウミガメと赤ミガメが生息しており、国際自然保護連合の絶滅危惧種に指定されている。アマソース海岸とダッソーリ海岸もこの地区にある。リマソール城、ティミオス・スタブロス教会コーリスダム中心都市のリマソールはヨーロッパ人観光客が多い。海岸沿いにホテルが多く並ぶ。 リマソウル地区裁判所は、市中心部のバイロン教通りに位置する。ワインと主演、夜の生活が楽しめる。リマソウル地区考古学博物館は、コーリオンとアマススの発掘資料が見られる。旧石器時代や初期新石器時代、新石器時代、銅石器時代、エリミ文化、青銅器時代、キプロス幾何学時代、キプロス古典時代、ギリシャ時代、ローマ時代、 ビサンチン時代の遺物が幅広く展示されている。トロードス地方の壁画聖堂群はユネスコの世界遺産に指定されており、その一つのティミオス・スタブロス教会はリマソール地区のペレンデリにある。ありがとうございます。